幹線とかいろいろいますよね。ホイッスこの北陸新幹線に乗ってきます。じゃあ一晩、はい、今東京駅の中で見てみたら迷子になっていて、やっと丸の内中央口に出れそうです。外に出れるっぽい。多分。これからもおさらば出ましょうか。はい。やっと出れた。出れたけど、外の空気を吸いたいな。いや、今全然どこ歩いてるか分かってない。とりあえず皇居に向かっていきたいと思います。じゃあ外出るまで。やっと外出てきて、これだ。ここ今どこだ？丸の内ビルディングから出てきました。あ、あれが目の前、東京駅ですね。いやー、都会だね。よく見るのがあれかな？赤レンガの東京駅。毎回東京駅を写真撮りたいなと思うんですけど、地下から1階に外に出れなくて毎回。いや今日もいい天気ですね。いやてかやっぱ規模感がすごいっすわ。これ見て、規模感が全然違う。一応東京駅あっちだから、とりあえずあっち見に行きましょう。いや立派だね。多分あの辺が駅、新幹線止まった場所ですね。田舎者を私もやっていこうと思います。東京駅の目の前だと思います。立派だね。立派ですね。ちょっと東京駅のなんか資料みたいなのあったら見たいぐらいですね。じゃあちょっと東京駅いろいろ散策してみようと思います。はい。いつもやっぱ東京駅で降りるけど、降りてそのまま違う駅に行っちゃってるんで、しっかりと東京駅で降りて楽しみたいと思います。はい。まだそのライブまでは時間があるんで。いやでも近くで見たら結構なんだろう、昔のレトロな感じがしますね。やはり国の首都だからか、国旗がしっかりと立ってますね。ちゃんと東京駅とお堀にちゃんと石に書いてある。ちゃんと上は使ってるのかな。ここが丸
丸の内中央口です。いきなり改札口が開きました。いやー、東京からいろんな場所行けちゃいますよ。今回ライブがあるのが原宿なので、200円か200円で行けるっぽいですね、東京から。っていうか池袋とかも200円なんだ。なんかよくわかんないね。あ、環状線で200円で行けるんだ。いいっす。まあ、まだ時間たっぷりあるんで、ちょっとね、こんな感じ。じゃあ皇居に目指していきましょう。今皇居前に着いてるんですけど、このお堀っぽいところに白鳥が優雅に貸し切りみたいな感じで泳いでます。独壇場みたいな感じです。いやー、でもこのお堀広いっすよ。さすが皇居、立派だ。しかもその周りの建物も立派すぎてね。いや、特別史跡江戸城跡。江戸城は、1457年に創築されたが、1590年に北条氏が滅亡し、徳川家康が居城をここに定めた。以来、家康、秀忠、家光の3年にわたって西の丸、北の丸の増設や外郭の整備が行われ、江戸城の総工が完成した。明治維新後、江戸城は皇居となり、昭和24年に西の丸下及び現在の皇居を取り巻く小郷の地域が国民公園皇居外苑として一般に開放され、昭和44年からは北の丸地域が加えられ、広く国民に親しまれている。この江戸城跡は300年近くにわたる将軍の居所として、また政治の中心としての史跡価値が極めて大きく、その規模は我が国随一のものであることから、昭和38年に文化財保護法による特別史跡に指定された。皇居の中にまさかのスターバックスが顔を出してる。いや、今日はめちゃめちゃ天気が良くて散歩コースがぴったりですよ。このスタバもなんかおしゃれですね。まあ、皇居って地図で見るとめちゃめちゃでかいですからね。なんかアメリカのセントラルパークみたいな。東京とは思えないぐらい広いっすね。よくわかんないけどすごい。城のこの周りが高いビルがあるっていうのがなんかあれですよね。現代と、昔のタイムスリップしたかのような不思議な感じです。はい。で、あそこにおまわりさんもちゃんとついとるんですね。すげえな。警棒みたいなの持ってる。物騒っすね。はい。なんか言われたら嫌だし、動画と切ろうかな。皇居のマップがありました。現在地がここで、東京駅がここ。めちゃめちゃでかい。今これ10分15分歩いたんで15分ぐらいかかりますね。いろんなとこまでざっくりと。深いね。とりあえずここ行ってみましょうか。
一応お手洗いはすぐそばにあります。で、なんかいろんなところに警察官おるんで、道わかんかったら警察の人に聞けばいいかなと思います。うわー、すごいな、今日超青空。うわー、なんていい日に来たんだ。この松もなんか味がありますよ、このお堀と松と。ぱっと見にはこういうお城は富山城とかあの石川門みたいに見えますけど、しっかりとここは皇居です。おうかぁ、すげえ、なんか感動。こちらの門が桔梗門かっこ内桜田門というみたいです。この門は江戸城本丸南通の通用門で、本丸に向かう際には表門と並ぶ土壌の門でした。門の警護は六角の門国の普代大名が当たってました。桜田門を見たい社交層ですが、江戸時代が桔梗門という別称が用いられてました。門は1614年に作られたもので、桔梗門沿いの石垣は1620年に増築されています。現在も手前の高麗門と右手の渡り櫓の門からなる枡形門が残っています。そうだね、すごいな。森が素晴らしい。いやなんかここだけ時代が止まってる感じがするっすね。はい、なんかいろいろと見れないところが多いらしいんで、戻りますか。まあ皇居のちょっとしたところがこんな感じで、門がしっかり閉まってて、ここ以外の門からなら入れるそうです。まあまた次回行きましょうか。今日は第一の目的がライブなんで、はい。いやでもいいっすね、このなんか松が、無造作にここだけ松いっぱい埋まってるって感じ。絶対これ江戸時代とかのやつじゃないと思うんで、松もこんだけ伸びるのは100年200年かかるのかなってなると、やっぱ1800年とか明治ぐらいにこの辺整備したのかもしれないですね。まあ勝手な憶測ですけど、うん、いやいいですね。なんかこの高層ビルとこのザ・日本っていう感じのお城が一緒に見れるっていうのが。ずっと東京駅の地下歩いてたんですけど、もう迷路みたいで窮屈っすね。やっぱこうやって空が広くないとゆとりがあった方がいいっすよ、やっぱ何でも。ほんと東京駅の地下って空気が詰まりそうなぐらい密集してるんで、いやめちゃめちゃいいっすよ。くう、あーやっぱ空高いのっていいっすね。空広くなってるんで、ここは、あー警察がいなければね、もうちょっと落ち着いて見れるんですけど、なんか監視されてる感じが嫌なんで帰ります。じゃあ次のところまで時飛ばし。皇居の方から今
表参道まで来ました。はい、そしたら完璧に着替えてきました。こんな感じで挑もうと思います。